トヨタが誇る高級車ブランドの苦境。レクサスは高級車ブランドに求められるものをすべて備えているように見える。今年、レクサスは3年連続で、英国の自動車雑誌ファットカーの信頼性調査で首位に立った。レクサス車のオーナーはディーラーでの体験に満足し、2005年にハイブリッドを導入するなど、 電動ドライブトレインの分野でも大きく先行している。また、1998年に発売された RX を皮切りに、高級志向の SUV トレンドの最前線に立った。では、なぜレクサスは欧州の消費者に未だに響かないのだろうか。一方、トヨタは欧州での市場シェアを過去最高に伸ばしており、 このアンバランスを解消するために、レクサス欧州部門の全面的な見直しに着手している。英国のロビー団体 SMMT、自動車工業協会によると、英国における11月末までのレクサス販売台数はわずか9034台で、苦境に立たされているジャガー、前年比31%減2歳遅れをとっている。 最も好調だった2019年でさえ15,713台しか売れていない。このように小規模であるにもかかわらず、英国は他の欧州諸国と比較すると大きな市場であることに変わりはない。欧州の ACEA 自動車工業会金によると、10月末までの欧州全体の販売台数は3265台で、 前年比27%の減少となっている。2022年はレクサスにとって非常に厳しい年だったことは否定できない、と。トヨタモーターヨーロッパを率いるマット・ハリソン CEO は、11月末のメディア向けイベントで語っている。欧州レクサス、売れない二つの理由とは、今問題になっていることの一つは生産だ。 欧州で販売するレクサス社は全て日本製で、半導体不足で大打撃を受けているのだ。今年1月初旬の時点で、英国向けの公式ウェブサイトでは、ミドルサイズ SUV の NX のハイブリッド仕様について、2023年分が完売したため、一時的に受注を停止しています、と書かれている。 プラグインハイブリッド、フェーブ仕様は引き続き販売されている。多くの自動車メーカーは、半導体を利益率の高い車種や、ブランドに優先的に配分しているが、NX は違う。レクサス欧州部門のパスカルルフォ副社長は、NX は車種独自の部品が多いため、柔軟性が限られている、とオートカーに語っている。 NX は今年の成長目標の中心であったため、生産の逼迫が大きく響いたとハリソン CEO は振り返る。しかし、欧州におけるレクサスの課題は供給不足にとどまらない。法人向けの車用車販売に苦戦しており、今年の総販売台数に占める割合は、メルセデスベンツの約50%に対し、 35%にとどまる。これは昔からの宿題だ。ルッホ氏は長年にわたるパワートレインの主役はディーゼルでしたと話す。EV 電気自動車その導入の遅れも響いている。EV は税制上の優遇措置により、ディーゼルに代わるパワートレインとして急速に選ばれるようになった。コンパクト SUV の UX の EV 仕様は、1階の充電での航続距離が約 320km と短く、10月末までに英国でわずか300台しか販売されていない。電動モデルにテコ入れ EV 導入も加速。レクサスの市場シェアが低いことについて、BMW やメルセデスベンツと比べると、 まだ若いブランドだからだとルッホ氏は擁護するが、テスラが10年未満で成し遂げたことを考えると、この弁もいささか空虚に感じられる。ボルボから独立したばかりのポールスターはさらに若いが、今やレクサスのかかとに食らいついている。しかし、レクサスはここ数年で最も、フレッシュなラインナップを揃えているというルッホ氏の主張には、 説得力がある。例えば、NX には初めてフェイが設定され、英国では従来のハイブリッド車販売を上回った。ハイブリッド車の受注停止もあるが、一方、UX の EV 仕様においても、駆動用バッテリーを5 4 k w ーから7 3 k w ーに大型化し、 後続距離を約 450km に伸ばした改良型が2023年に発売される予定だ。フラッグシップ SUV である RX は最高出力 370PS の高性能フェード RX500H が満を持して投入される。さらに、電動 SUV の RZ も年内に登場。EV 専用の E TNGA プラットフォームを採用したレクサス初のモデルで、トヨタ BZ4X の兄弟車となる。他にも多くの新型車が控えている。2021年12月に発表されたトヨタの新型 EV 全15車種の中には、レクサスの7車種が含まれており、2030年までに、欧州向けに、 フル EV ラインナップを実現する野心的な未来を覗かせてくれた。スポーティーなセダンやステーションワゴンのほか電動スーパーカー、エレクトリファイドスポーツの発売にも期待が寄せられる。また、UX の下に位置するコンパクトクロスオーバーとして、CT を復活させる可能性もある。成長を続ける欧州のクロスオーバーセグメントに向けた、 強力な一手となるだろう。走りに焦点当てた車両開発。レクサスはスポーティーな走りに改めて焦点を当てることで、やや曖昧なブランドイメージを鮮明にしたいと考えている。電動化を活用してドライビングエクスペリエンスを、刷新したいとルッホ氏は語る。中でも二つの革新的な技術が目を引く。 ステアバイワイヤのワンモーショングリップ。そしてトルクを各車輪に振り分けてグリップとコントロールを。向上させるトルクベクタリングダイレクトフォーダ。後者は EV やハイブリッド車に搭載された電気モーターを利用するもので、デクサスのドライビングシグネチャーを実現する鍵となるという。ステアバイワイヤは今に始まったものではないが、 RZ のオプションとして、ステアリングコラムを廃止し、代わりに ECU と電気系統をバックアップとして使用することができる。ステアリングギアレシオを変化させることで、ヨーク型ステアリングホイールの装着を可能にしている。トヨタが欧州でレクサスにこだわるのは、欧州の消費者にとってありがたい話である。 2021年の世界販売台数は76万12台で、内訳としては米国33万2000台と、中国22万7000台が圧倒的に多い。英国を含む欧州はわずか4万7604台だった。レクサスにとって欧州の重要性は低い。欧州以外の地域では、 RX のような大型車が販売の中心だ。レクサスにとって欧州最大の市場であるロシア。上記の ACEA の数字には含まれていないは、高級モデルの比率が高いことから収益性が最も高い。しかし、昨年2月のウクライナ侵攻を受けて、トヨタとレクサスはロシアから撤退している。今のところ、 レクサスが欧州でビッグウェーブを起こすことはなかった。しかし、電動化と古き良き時代の走りの追求が、レクサスを消費者のお買い物リストに載せるために、必要な調整なのかもしれない。